虎の穴。結成から20年以上の時を経て3年前に再結成した小学校の先生3人のバンドです。曲はチャーのドライブミーナッツ。ダメですよ、大道具さん出てきちゃ。びっくりしたんですけど、同じ小学校の先生だそうですね。いや、別な学校の小学校です。別な学校の小学校の先生、はい、それぞれ小学校の先生をお勤めでいらっしゃると。こちらの方は先生じゃないですよね。あ、一応教頭をやっております。
いいな。生徒さんとか見に来たりするんですか？どうぞ。あ、そうですね、あの地元のライブでは前にずらっと子供たちが並んでおり、小学生が並んでおります。さあ、それでは審査員の皆さんのお話を伺いましょう。はい、渡辺さん、お願いします。チャーの曲っていうと、僕はもうその例えばギターの速弾きとかそういうことよりも、そのリズムのメリハリとかそういうことがすごく頭にくるんですけど、今の演奏を聴いててね、やっぱりそういう和音の使い方とかいろんなリフのね、かっこよさ、そこがすごくよく出ていて、それがまたトリオでうまい具合にこうメリハリがねついていて、なんていうのやっぱりロックしてましたね。じゃあ北原さん、お願いします。はい。いやー、かっこいい先生ですよね。これは子供たちにもね、きっとね、いい影響を与えますよ。それからあとギターとってもね、なんか艶があって伸びがあってね、すごい良かったです。虎の穴の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。